5歳で才能開花。書けなかった子どもさんがスイスイ書けるようになるタンポ筆の3つの奇跡についてお話しします。こんにちは、絵を聞くももチャンネルの土井桃子です。今日はタンポ筆の3つの奇跡についてお話しします。タンポ筆の作り方もありますので最後までご覧ください。なぜタンポ筆なの？ダイナミックに書ける、そしてはっきり書けた、視覚的達成感がある、非日常の画材、絵の具など使えてワクワクする、この3つがあります。準備として、ブルーシート、ロール紙、模造紙、タンポ筆、人数分の書ける2個ぐらい欲しいです。そして絵の具、筆置き、これは犬の餌入れがとても使いやすいです。ガムテープ、そして雑巾を用意してください。絵の具の用意ですけど、絵の具 60g に水 60g ぐらいを1対1の割合で溶かしたのがちょうど濃さとして良かったです。タンポ筆は使った色のところに戻すっていうのがルールにしていました。タンポ筆3つの奇跡。まず1番目に、保育士さんが涙。描けない子の激反。この子供さんは、お絵描きがあまり得意じゃなくて、みんながワークショップをしているときに一人ぼっちで隅っこで描けないでいました。それを見かねた視察に来てた保育士さんたちが、この子描けてないよって私に声をかけてくれました。そして私がその子と一対一で魔法の言葉書きをしながら描いていたら、黄色い絵の具を取りに行くと言って、彼女は黄色い絵の具を自分から取りに行ったんですね。そして王子様をいっぱい描き始めました。後の反省会の時に、もうその子供さんが描けたということに対して保育士さんたちが嬉しくなって、あの子が描けるようになってよかったと言って泣いてくれたんですよね。その子供さん、私が帰る時に玄関まで走り寄ってくれて、バイバイって手を振ってくれました。でも明るい表情で、私はとても嬉しかったです。2番目に、絵が苦手とつぶやいた子が絵が得意になった。苦手な人はいませんかって声をかけると、私苦手ですって手を挙げた子供さんが一人いました。その子供さんが最初はブルーのハート一つだけやっと描いたんですよね。その後みんなでダンスをしているお友達と自分たちを描いて、夢の島を描こうっていうことになったんです。すると、その子供さんがどんどん友達の顔を描き始めて、みんなに褒められたんですよね、後の回。それが嬉しくて、最後に一緒に写真を撮るとき、私の横でとてもいい表情をしてくれました。嬉しそうに描いてますね。みんなに褒められたこともとても励みになったようです。園長先生もびっくり。海の世界を描いた子供たち、ちょっと自信のない子供さんもスイスイ描き始めました。海の世界をテーマにこの共同画を描いたんですけれども、その時にクラゲをちょっとだけ描いて、自信のなさそうな子供さんがいました。その子供さんが友達の力を借りてどんどん描くようになったんですよね。竜宮城やウツボ、いろいろなお魚がいっぱいの絵を描いてくれました。絵を聞く魔法がかかったと、その姿を見て園長先生が、本当はお絵描きが嫌いな子なんていないんですねと言ってくれました。タンポ筆の作り方。タンポ筆の作り方を簡単にご覧ください。ストッキングの中にスポンジ入れて、割り箸、そして輪ゴムで留めて、ビニールテープでぐるぐるっと巻く、これだけなんですよね。これだけで魔法の画材が出来上がりです。皆さんもぜひ試してくださいね。ワークショップ、そして講座などのご依頼は概要欄からホームページにアクセスしてどうぞお申し込みください。またコメントやこんなことを話してほしいというリクエストも受け付けております。絵を聞くももチャンネルは木曜日の午後7時に動画をアップしています。それではまた来週お会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。